薩摩琉球国勲章は1867年に開催されたパリ万国博覧会において薩摩藩が参加記念に発行した勲章。通称は薩流勲章。これが日本初の勲章とみなされている。1867年にフランスで開催されたパリ万国博覧会は日本が初めて参加した国際博覧会だがそこに江戸幕府とは別に 薩摩藩と佐賀藩も、それぞれ独自に出展を行った。中でも琉球王国を事実上の従属国として、その領土の一部を実行支配していた薩摩藩は、日本薩摩琉球国体主政府を自称して、幕府とは別の独立国の政府であることを国際社会に訴えようとし、その戦略の一環として、勲章の政策と贈呈が行われた。各国の交換や、 外交官が一堂に会する万博は様々な工作が繰り広げられる外交合戦の場でもあった。薩摩藩は幕府に先駆けてかなり早い時期からこうした活動をパリで行っており、同藩全権大使の岩下方平はシャルルド・モンブラン伯爵に勧められてフランスで殺流勲章を制作し、これ、薩摩藩のこの動きに対し幕府でも 早急に独自の勲章として、青い勲章の鋳造発行を行う計画が立てられたが、実現を見ないままに、大政奉還と王政復古の大号令が行われて幕府は破壊し、青い勲章は幻に終わった。そのために本の勲章史では、この殺流勲章がその講師とみなされている。殺流勲章の制作数は不明である。 日本国内では今日までに3点のみ確認されており、それぞれ、鹿児島市の島津谷ゆかりの証古修正館、イブスキ市の薩摩伝承館、一喜昭之助の子孫が所蔵している。殺流勲章の小部分は、赤い五両星の中央に丸と銃を組み合わせた島津家の門が白地で載っている。紅白のコントラストが鮮やかで、五両の間には、薩摩琉球国の五文字が、 金色に光る。裏面には縦書き2行で、増文関係武官と記されている。大きさは、勲章を下げる樹と合わせて縦およそ10センチメートル、横4センチメートルと小ぶりである。東海学園女子大学教授の長谷川登によると、フランスのレジオンドヌール勲章に版を取っているという。まず形状と大きさが似ている。薩摩伝承館所蔵品の小道は4センチメートルで、 レジオンドヌール5等級のシュバリエと同じである。一方、証拠修正官所蔵品の小道は 5.2cm で、レジオンドヌール3等級コマンドゥールの 5.3cm に近い。文艦と部艦のいずれにも与えられるという点も共通している。長谷川は、さらに、大きさや銃、艦の形状の微妙な違いなどから、証拠州艦所蔵品を中受賞。 薩摩伝承館所蔵品を小受賞と見ており、等級については、レジオンドヌールと同じく5等級であった可能性を指摘しつつも、過去のフランスの勲章をもとにしたに等級、または三等級だった可能性もあると推測している。ありがとうございます。